さん。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか本当に声の表情があるなと思ってるんですよ。はい、お話聞いてて、はい、でその声に表情をつけるときってどういうことを意識されてるんですか。例えば大昔に旦那の携帯見ちゃったことがあったんですね。あのまだこうガラケーの時に、その時になんか女性との楽しい会話が別にハートマークとかついてないですよ。そういうのがあったんですね。その楽しそうな会話を見て、あれこの人浮気してんのかなって思った時に、あの鏡の前で携帯見ちゃったんだけどっていうのが、携帯見ちゃったんだけどっていうのがっていう練習をずっとずっとしてきて、声のトーンって全然やっぱり人に伝わり方違うんだ。元気っていうのと元気っていうのとでは、いやあんたの方が元気ないでしょみたいに思われるじゃないですか。なんかそういう練習というか、そういうことを習慣にしてきたら、だん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 自分の声にもなんかトーンが生まれるようになって、表情も生まれるようになってきました。ありがとうございます。